突然ですが、番組のスタートは、これ教えてももくろ先生こんな質問が届いてます。ラジオネーム、なぞなぞやすさんでありやす。からです。ももくろちゃんこんばんは。こんばんは。ももくろちゃんおはこんばんは。おはこんばんは。あ、ちょっと待って。なんだももくろちゃんおはこんばんちは。おはこんばんちは。どれが正解これが正解。これが正解。早速ですが、なぞなぞです。 どんなに捨てたり切ったりしてもなくならないものってなんだどんなに捨てたり切ったりしてもなくならないこの曲ほんと嫌だこの曲大好きだわかった全然わかんないよ待ってでも物物 これものあ、のか。ちょっとダメだ。本当になくならないっって。あ、かったかもしれあ、違うか。本当になくならないこれ、玉井さんだって得意じゃないやばいんだけど。わかった。じゃ、どんどん行ってみるよ。髪の毛。違うか。やっぱなくなるよね。やっぱなくなる。やっぱね、なくならないことはないと思う。玉井さん。ごめん、ごめんね。でもほら、でもほらね、一応なくならないかなと思ったけど。玉井さん。ごめん、ごめん。私ね、り がないだと思ったの。ああでも物じゃないじゃん。そっか。どんなに捨てたり切ったりしてもなくならない。どんなに捨てたり切ったり。あ、わかった。<は>切符 <laughs> 惜しい切って。<laughs> <laughs> 喫茶店。<laughs> どんなに捨てたり切ったり。ヒントはヒント。ゲーム。あトランプ <laughs> わーあーなるほどね <laughs> わあトランプだうわ今マリオしか出てこなかったもんだってゲームで <laughs> あ捨てたり切ったり、ね、なるほどね確かに確かに,確かになくならないじゃなくならないねはい正解はトランプでしたロ,ッテ週末ヒロイ,ンタイム桃色クローバーせんももクロクラブ 日本放送をキーステーションに全国ネットももいろクローバーぜーんももクロクラブももクロクラブにようこそ私たち今いるアイドル週末ヒロインももいろクローバーぜーそれでは今夜のメンバーの全力自己紹介ですたまはーいしおりんのあゆよ作文イェーイ皆さん手拍子お願いしますせーの シャリのシー叱らないでーシャリのオー怒らないでーシャリのリリズムに乗ってーシャリのー,うーんうーん。<laughs> 今日も一緒にレッツモノクロチャーはい、泣き虫で甘い坊のみんなの妹シャリンこと玉石より19歳ですはい

さあ、ということでですね、<laughs> 今回もこの番組のために用意された秘密の館からお届けしていきますが、うん、この番組、ももくろクラブは会員制です。はい、会員じゃなくても聞けますが、実は会員制です。メールが紹介されるとメンバーになれちゃいます。<laughs> ということで、<ー>はい、はい、今夜もたくさんメールが届いてますよ。<laughs> ありがとうございます。それでは、メール紹介3つのを着て、せーの。言えない、できない、思いつかない、3内リアクション禁止。<laughs> メールボックス、オープン じゃあいきますね、はい、ペンネーム、バイアシーさんからです。バイアシー。イエス。イ <Yes> ももからちゃん、こんばん、ウィッシュ。こんばん、ウィッシュ。もうすぐ節分ですね。そうですね。北海道では、節分の時には、なんと落花生を投げます。うん。今年の節分は、ぜひ、落花生を投げてみてください。確かに、落花生いいね。拾いやすいし。確かに。 さあ、ここで、桃黒ちゃんに質問です。はい。これまでに行ったことがある地域での面白いと思った風習などがあれば教えてください。うん、なるほど。風習いつも北海道応援してますあ。ありがとうございます。風習か。うん、あんまりそんな風習を知れるほど長くはいかないけどね。確かに。だいたい半日とかだもんね。うん、行ってもね。でも私、この間かなこが言ってたなんかあれが変だと思った。おも投げ。もち投げでしょもち投げ。そう。ないんでしょ都会って。おも、うん、投げ知らないんだけど。<laughs> <laughs> あ、珍しいね。都会には何でも揃ってると思うけど。都会ってないっしょ。おかしいな。ほら、うん、持ち投げ知らないのすいません、持ち投げ知らない。え、だから、近所の人が、新しいお家をね、うん、建てるときに、ほら、建て前の状態で、建ててるお家のご主人様とかが、うん、あの、上からお餅とかお菓子とか、うん、あの、なんかこんなちっちゃいお金とか。うん、ちっちゃいお金。小銭小銭とか、上から投げんの。 それを、何取るのみんなが。それを近所のその家の近くに住む人とかが、取るのよ。と、あ、取っていいんだ、それは。そう、子供とか、まあ大人も、おじいちゃんおばあちゃんも取るけど、そういう人たちがみんなその投げたお餅とかを取るの。それどういう意味があるのもっと仲良くしてね、みたいなさ、これからよろしくね、みたいなさ。え、でもそんなに頻繁にお家を建てる人がいるわけだから、都会と違って、そっかそっか、ねあの、一軒家ばっかりだから。 マンションの方が少ないのよ。敷地がいっぱいあるのね。土地が。土地がいっぱいあるのね。<laughs> そう、マンションがさ、ほんとにないから、おーおーあんまり。マンション建つって言うともう、大変なことになっちゃうから。<ー>なんか、<laughs> 日の当たり具合がとか。そうかそう。そうそう。あの、一軒家の人たちがもう、そこにマンション建っちゃうと、うん、うちの洗濯物がとか、<ー>なんかいろいろね、大変らしいの、ほんとに。うん、だ,かだからみんな結構一軒家の方が多くって、<ー>たまになんかでっかいマンションとか建ってるみたいなんだけど、 そう、そういう時に、お餅投げをして、うん、あの、こんなちっちゃい小袋に入った、赤とか白とか、本当、うん、紅白の色の。そう、ちがわからないな、うん、ちっちゃいお餅を取るのよ。あ投げてくれるんだ。投げてくれるんでも楽しそうだね。うん、え、でもそれはないけど、うちとか、結構、周りにあるのは、節分の日はなんか、近所の神社とかの、何、神主さんっていうのかな。 っていう人たちが、お菓子に投げてくれるの節分に神社に行くの節分に神社に行くとお菓子を巻いてるの。だからそれをビニール袋でこれキャッチする。でもそれ時間帯調べていかないとだよね。まあ大体決まってるんだけど、これくらいに巻きますよっていう。そうそうそう。そうなんだ。そう。それだからみんなビニール袋持ってってこうやって、キャッチするの。え、結構高いところから投げるのじゃあ。まあまあ高い。 まあ、うん、そう。あ、でもうちの持ち投げもだからすごい、でっかい段ボールみたいなのを頭の上に、頭の上にこう持ってる。<laughs> 必死なんだよ、みんな。ねでも、神社ではやんない。い<や>その、節分の日はむしろ家でしかやんない。節分の日ね、神社ってなんかね、お菓子投げるのすごい昔からあるな。へえー。なんかちっちゃい頃行ってたな、よく。嘘うん。そうなんだ、ね。変だね。あ、うちら投げたじゃん、だってさ、昔さ。覚えてない、節分。投げた節分の日。 どっかの神社で。うん、どっかのお神社行って。じゃ、それはなんかお仕事で。そう、行ったね。投げても。投げる方だったの。そう、そう、ああいうことやるよ。あれでも初めてだったもん、私。本当にみこしの上に乗って。大体、うん、だいたいなんかお豆投げるけど、うちの近くとかだったら、あの、お菓子とか。へー。すごいよね。うん、お餅はお餅は投げないな。お餅だってすっごい最終的にね、本当はこれ、 なんていうのこれくらいの。うんうん、ペットボトルの。そこぐらい。そこ,らい <laughs> そこぐらい。ほんとこれくらいだわペットボ、500ペットボトルのそこぐらいの、<laughs> お餅を投げるんだけど、うん、最後にね、でっかいお餅が1個だけ落ちてくんの。なんで <laughs> <laughs> してこない <laughs> でっかいお餅が最後に1個だけ。これくらい。白しかもそれは絶対白なの。<laughs> 赤じゃない。 なんなのそれを取った人がラッキーみたいな。そう、一番家を建てれるみたいな最後にドンっていうのが来るのよ。あ、それ取ったら次家建てられるみたいな。ウェディングドル、何ブーケトス的な感じそれはわかんない。すごそうなんだ本当だよ本当えあんまりないな、でもそういう持ち投げとか。いいね、楽しそうでもなんか、田舎とかの方が、ご近所付き合いが楽しそう。なんか楽しいよ。すぐお惣菜分けてくれるの。優しいね。あんまりないもんね、なんか都会じゃそういうね、ご近所付き合いって。優しいしよ。うん。 ま、どっちもいいとかあかんね、<や>とんもね,ね。いいね。さあ、ということで、ね、今日メールを紹介した人には、私たちが手書きで名前を書いてナンバリングした、ももクロクラブのメンバーズカードをお送りしますので、楽しみに待っていてください。さて、番組ではラジオの前のあなたからの参加を待ってます。私たちにやってほしいこと、質問疑問、悩みの相談、どんなことでも構いません。スリーナイリアクション禁止で全力紹介しちゃいます。住所と本名を忘れずに書いてください。 メールのアドレスは、ももクロアットマークオールナイトニッポンドットコム。全部小文字で mom、momocl をアットマークオールナイトニッポンドットコム。たくさんのメールを待ってます,てますさあ、それではここで一曲聴いていただきましょうももいろクローバー ZVS キスで、夢の浮世絵に咲いてみなももいろクローバー Z レももクロ 今夜はこの二人でお送りしています。桃田ですす。ま井です。桃田舞です。私たちはさっきいた場所から移動して別の部屋の前に来ています。今夜はここテレパシー、維新、電子の部屋です。<ー>まずはいつもの呪文で扉を開けます。せーの。ウーブロン・ーロラポート・ポルドはい、説明しますね。はい、私初めてですけど。お。 お願いします。いきます。はい。えー、実はこの部屋、最近の研究で、本当に人間が持っているかも、そんな実験結果が続々発表されているテレパシー。うん、お。ももクロのメンバーはその能力を持っているのか、はい。それを確かめるために用意されたんです。うん本当に最近の研究で発表されてるのそうだよ。テレパシー。マジか。 テレパシーというのは、わかるかなも、かなこちゃん。ん考えていること、思っていることを、言葉や表情、身振りなんかを使わずに伝える能力のことですよ。うん。うん。わかりますよ。はい。玉井さんは今お腹が空いている。いや、空いてないっすね。<腹>さっきケバブ食べたから。さあ、そのテレパシーが私たちにもあるのかこれから実験で確かめてみたいと思います。では、玉井大先生。はい。これ3回目ですよね。3回目です、私。実験の方法の説明の方をよろしくお願いします。わかりました。 それでは行きます。はい。実験方法の説明です。はい。番組が始まる前に0から9までの1桁の数字の中から好きな数字を決めて2人別々に紙に書いてあります。うん、書いた。ね。そこでまずは私が桃田さんの思う数字を当てます。うん、お互いの手を合わせて目をつぶり、桃田さんは私に向けて5秒間無言で動かず手を合わせてテレパシーだけで数字を送ります。うん そして、それを受け取って、私が送られてきた数字を当てるというゲームです。簡単でしょうん、わかった。いや、これがね、嘘だと思うでしょ当たらないだろうと思うでしょうん。これが実は、今までかなり当たってますマジそう。いや、私たち結構ね、持ってんじゃないかって、テレパシー。なるほどね。うん、じゃあ早速やってみましょうか。はい、よし。では、手を合わせて、目をつぶります。はい。じゃあ私が送ればいいんですね、送って。すぐ送ってね、ちゃんと。わかった。じゃあ行くよ。はい。 なるほど。なるほど。<laughs> あ、なんかすごい。手がちょっと気持ち悪くなってきた。<laughs> <laughs> え、失礼じゃねえ。<笑><笑>私と手合わせたら気持ち悪くなってきた。<laughs> じゃあ、そういう気持ち悪いじゃなくて、なんか、うん、なんか本当にあるかもって思っちゃった、今。でしょうん、じゃあ、これで私が一つ、かな子に質問をするの。うん。いくよ。その数字は、偶数ですかはい、偶数です。よし、わかった、私。いいいいよ。いきますよ。 じゃあ、私言うからね。うん、桃田さんが私に送った数字は、8ですブーあ待って待って !6 か8で迷ったの !6 か8で迷って本当本当これ本当に !6 でしたし桃田のテレパシーはたまに,には伝わりませんでしたーしほら、やっぱテレパシー、ほら。 ないいんじゃないのテレパシーあるってば私6マグレじゃない今までのマグれなんじゃないのって<う>今6か8で迷ってたの本当だよこれ言い訳が欲しいな <laughs> <laughs> じゃあいいよじゃあこうなったら当ててみなよこうなったら当ててみなよってなんか新しいね <laughs> 私の数字当ててみるいいようよちょ待って、ね、これリオじゃうん受け取ってねうんうはい 受け取ったうん。その数字は、はい5より上ですか下ですか下です。お、来た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  <laughs> 本当に来たうん。いいうん。4!2 <laughs> です。<laughs> バスだよ。<laughs> えほらー、当たんない 全然ちょっと待って大先生いやこれ本当に当たるんだってすごいんだから相性悪いみたいだねそうだよ全然当たんないじゃんいや分かったもうこんな無謀な女性だと分かったけど2桁にしようじゃん分かったまず送ってじゃん私も。分かった分かった。きよ。ちゃんと。ちゃんと送ってよ。はい、いくよ。はい。 じゃあ、その数字は、50より上ですか上です。よし。いくよ。はい。かなこが選んだ数字は、送った数字か。私に送った数字は、54!99! 絶対今やると思ったわ。<laughs> そうだよね。 当たるわけないよね。いやでもね、これ、すごいわけだけど、一回54書こうとしたの。すごいじゃん。でもやめた。すごいじゃん。でも最終的に当たってないから。全部惜しい。じゃあ今度こっち、こっちのね。ちょっと全然ダメじゃん。はい。送るよじゃん。今も一個なんか頭に思い浮かんじゃった筋が。あるよね、そういうの。そういうのダメだよはい、消して。消えない。消えない。じゃあ送るよ。送って。いよ。 うん。はい。はい。たその数字は、はい、20より上ですかあ、上です。はい、はい。お。いいうん。45。五惜しい四十<ー> <laughs> ねえ、相性悪いできないじゃんいやもうね、でもこれあれだよ。 一桁で当たんなかった時点で諦めるべきだったよ。<laughs> 絶対。だよね。ごめん、今までが良かったから調子乗ってた。だって、レイジャー二桁まで当てたんだよ。ええええこれでそう。嘘でしょ本当に。あのしち持ってるよ。二桁まで当てたのうん。これでうん。すごくない当てたんだよ。やっぱなんか不思議な力持ってるのかもね。うん、そうだよ。何も持ってないんだよ、多分、うちら。悔しい。<laughs> 相性悪いね悪い。じゃあもうこれから今日 NG で。え、ちょっとダメだ。もうなんかあれだな。悔しい。もう一回やりたい。ね。リベンジだよ。リベンジしよう。うん。終わりか。終わりだよ以上、テレパシー、維新、伝心の部屋でした。それでは、この曲を聴いていただこうと思います。桃色、うん、クローバー Z で、チャイマックスゼロ練習、練習、ひたすら練習。お送りしてきました。桃もクロクラブ、そろそろクローズの時間です。 さてここでククロラブかららのお知らせです2月11日水曜日祝日に横浜アリーナで開催する「ももいろクローバー Z ももクロクラブバレンタインデナイトだぜーー」と2015ライブに行きたいけど家からだと遠くて会場まで行けないよとかチケット先行販売でゲットできなかったから見に行けないかもというあなたこのイベントの模様を全国の映画館ライブビューイングで見ることができます 題してライブビューイング桃色クローバー Z ももクロクラブバレンタインデナイトダンぜ2015ラジオなのに映画館で見れちゃうのこのライブビューイングのチケットが現在 E プラスで先行受付中です料金は3500円1月26日午後6時まで受け付けてます詳しくは日本放送イベントホームページをチェックしてみてください そして今年もやって大好評だったバレンタインイベントの前夜祭が今年もありますももいろクローバー Z チーフマネージャー川上明の「オールナイトニッポン R」私たちのマネージャーの川上さんの「オールナイトニッポンの公開収録が2月10日19時スタートで横浜アリーナ2階のセンテニアルホールで実施します料金は1000円ぽっきり チケットは1月27日お昼1 0時から発売します詳しくは日本放送イベントホームページをチェックしてみてくださいちなみに昨年は一瞬で売り切れちゃいましたえー、なんで川上さんのね「オールナイト日本一瞬で売り切れた、ね、どういうことどういうことマネージャーでそれではたまちゃん、はい、マネージャーだよとか言って隣見て。 はあ、いるなんで <laughs> さあということでここでパーソナリティの川上明さんから一言意気込みをお願いしますあ,あどうもありがとうございます一年に一度の皆さんとの出会いの機会ですねモ、えービルクローバーマネージャーの川上の「オールナイトニッポン」ということでお金を取った形でやらせていただきますがぜひ皆さん楽しませていただきたいと思いますが <laughs> あれめっちゃ早くてさめっちゃたまにのこと見えるじゃん <laughs> うめっちゃこっち見ってくるたいいやめっちゃこた<の>いいやめっちゃこっどうした,どうしたのそのままこう。 ついちゃうかと思ったいやだよ、くっつきません、<laughs> もうそういうことばっかりやめてよ、楽しみにしてるんだから、はい、じゃあ頑張ってくださいね、はい、はい、ありがとうございます、はい皆様、お待ちしてまーす、それじゃあ来週もこの時間にラジオも全力、ももクロクラブでね、バイバーイ ももクロクラブにようこそ私たち、今いるアイドル、週末ヒロイン、桃色黒番、ぜーそれでは、今夜のメンバーの全力自己紹介ですたまはーいシオリンのあゆうよ作文イェーイ,イ,エーイ皆さん、手拍子お願いしますせーのシオリンのうしー叱らないでー シューリンの、あー怒らないでーシューリンの、りーレブリン乗ってーシューリンのーうーん。あ <laughs> 今日も一緒に、レッツモノクロチャーはい、泣きしで甘えん坊のみんなの妹、シューリンこと玉まえしーり十19歳でーす。はーい。今回は中トロモードでお送りしました。はい。 かなこちゃんはい。それでは、皆さん、人差し指を一本出してください <laughs>、えーいふーせーの、はち、はち、はち、でこっぽちじゃまだけの死んでるといえばかぬっこー <laughs> はい、ありがとうございます <laughs> いくばくんのとちゃな、ももたかなこですはたちですよろしくお願いしまーす <laughs> さあ、ということでですね、<laughs> 今回もこの番組のために用意された秘密の館からお届けしていきますが、うん、この番組、ももクロクラブは会員制です。はい、会員じゃなくても聞けますが、実は会員制です。メールが紹介されるとメンバーになれちゃいます。<laughs> ということで、<ー>はい、い今夜もたくさんメールが届いてますよ。<laughs> ありがとうございます。それでは、メール紹介3つのをきて、せーの。言えない、できない、思いつかない、3内リアクション禁止。メールボックス、オープン じゃあいきますね、はい、ペンネーム、バイアシーさんからです。バイアシー。イエス。イエス。ももくちゃん、こんばん、ウィッシュ。こんばん、ウィッシュ。もうすぐ節分ですね。そうですね。北海道では、節分の時には、なんと落花生を投げます。うん。今年の節分は、ぜひ、落花生を投げてみてください。確かに、落花生いいね。拾いやすいし。確かに。 さあ、ここで、ももクロちゃんに質問です。はい。これまでに行ったことがある地域での面白いと思った風習などがあれば教えてください。なるほど。風習応か。してますあ,ありがとうございます。風習か。うん、あんまりそんな風習を知れるほど長くはいかないけどね。確かに。だいたい半日とかだもんね。うん、行ってもね。でも私、この間、かなこが言ってたなんか、あれが変だと思った。そうなんだ、ね。変だね。あ、うちら投げたじゃん、だってさ、昔さ。 覚えてない投げた節分の日。どこだった神社で。うん、どっかのお神社行って。じゃ、それはなんかお仕事で。そう、行ったね。投げた投げる方だったの。そう、そう、ああいうことやるよ。あれでも初めてだったもん、私。本当に。みこしの上に乗って。うん。だいたいなんかお豆投げるけど、うちの近くとかだったら、あの、お菓子とか。へー。すごいよね。うん。お餅はお餅は投げないな。お餅だってすっごい最終的にね。 本当はこれ、なんていうのこれくらいの。うんうん、ペットボトルの。そこぐらい。そこぐらい。ほんと今回これくらいだわペットボ、500ペットボトルのそこぐらいの、お餅を投げるんだけど、うん、最後にね、でっかいお餅が1個だけ落ちてくんの。なんでしてこない <laughs> でっかいお餅が最後に1個だけ。これくらい。白。しかもそれは絶対白なの。赤じゃない。 んなのそれを取った人がラッキーみたいな。そう、一番最後に、最後にドンっていうのが来るのよ。あそれ取ったら次家建てられるみたいな。ウェディングドル、何ブーケトス的な感じそれはわかんない。すごそうなんですだよ本当え、あんまりないな、でもそういう持ち投げとか。いいね、楽しそうでもなんか田舎とかの方がご近所付き合いが楽しそう。なんか楽しいよ。すぐお惣菜分けてくれるの。あ、優しいね。あんまりないもんね、なんか都会じゃそういうね、ご近所付き合いって。優しいでしょ。うん。 まあどっちもいいとこあるかんね、<や>とってもね,ね。いいね。さあ、ということで今日メールを紹介した人には私たちが手書きで名前を書いてナンバリングしたももクロクラブのメンバーズカードをお送りしますので楽しみに待っていてください。 さて、番組ではラジオの前のあなたからの参加を待ってます。私たちにやってほしいこと、質問疑問、悩みの相談、どんなことでも構いません。スリーナイリアクション禁止で全力紹介しちゃいます。住所と本名を忘れずに書いてください。メールのアドレスは、ももクロアットマークオールナイトニッポンドットコム。全部小文字で、momocl を、アットマークオールナイトニッポンドットコム。たくさんのメールを待ってます。ますさあ、それではここで一曲。

私たちはさっきいた場所から移動して別の部屋の前に来ています。今夜はここテレパシー、維新、電子の部屋です<ー>まずはいつもの。突然ですが番組のスタートはこれ教えてももくろ先生 <music> こんな質問が届いてます。ラジオネーム、なぞなぞやすさんでありやす<ー>。からです。ももくろちゃんこんばんは。こんばんは。 クロももちゃん、おはこんばんはおはこんばんはあ、ちょっと待って。<laughs> なんだクロももちゃん、おはこんばんちはおはこんばんちはどれが正解これが正解。正解 <laughs> 早速ですが、なぞなぞです。はい、どんなに捨てたり、切ったりしても、なくならないものってなんだどんなに捨てたり、切ったりしても、なくなるいのこの曲、本当やだ。この曲,この曲大好きよ。わ <laughs> かった。 全然わかんないよ。待って。ね物物これ物物<の>あ物かちょっとダメだ。本当になくならないきっと。分かったかもしれない。あ違うか。本当になくらない。これ玉井さんだって得意じゃん。そやばいだけ。分かった。じゃあどんどん言ってみるよう。うん。髪の毛。<laughs> やっぱなくなるよね。やっぱなくなる。やっぱね、なくならないことはないと思ってた。ダマイさん。ごめん、ごめんね。でもほら、ダマイさん。でもほらね、一応なくならないかなと思ったけど。ダマイさん。ごめん、ごめん。私ね、切りがないだと思ったああ。でも物じゃないじゃん。そっか。どんなに捨てたり切ったりしてもなくならない。どんなに捨てたり切ったり。あ、わかった。切符惜しい。 <laughs> 喫茶店。<laughs> どんなに捨てたり切ったり。ヒントはヒント。ゲーム。あトランプ <laughs> <laughs> あ<ー>あああなるほどね <laughs> わあトランプだうわ、今マリオしか出てこなかったもんだって、ゲームで。<laughs> あ、捨てたり切ったよ、ね。なるほどね、確かに確かに。確かになくならない、じゃなくならないね。<laughs> はい。正解はトランプでした。 週末ヒロインタイムママイロクローバーせーももクロクラブ日本放送をキーステーションに全国ネットおもち投げもち投げでしょもそうないんでしょ都会っても、うん、ち投げ知らないんだけど。<laughs> <laughs> <laughs> あ珍しいな。都会には何でも揃ってると思うてたのに都会ってないっしょ。おかしいな。ほら。うん、持ち投げ知らないのすいません、持ち投げ知らない。え、だから、近所の人が、新しいお家をね、うん、建てるときに、ほら、建て前の状態で、建ててるお家のご主人様とかが、うん、あの、上からお餅とかお菓子とか、うん、あの、なんかこんなちっちゃいお金とか。ちっちゃいお金。前に <laughs> 小銭とか、上から投げんの。 それを、何取るのみんなが。それを近所のその家の近くに住む人とかが、取るのよ。と、あ、取っていいんだ、それは。そう、子供とか、まあ大人も、おじいちゃんおばあちゃんも取るけど、そういう人たちがみんなその投げたお餅とかを取るの。それどういう意味があるのもっと仲良くしてね、みたいなさ、これからよろしくね、みたいなさ。そうそう。え、でもそんなに頻繁にお家を建てる人がいるわけだから、都会と違って、そっかそっか、ねあの、一軒家ばっかりだから。 マンションの方が少ないのよ。敷地がいっぱいあるのね。土地が。土地がいっぱいあるのね。<laughs> そうそ、マンションがさ、本当にないから、おーおーあんまり。マンション建つっていうともう、大変なことになっちゃうから。<ー>なんか、<laughs> 日の当たり具合がとか。そうかそうそうそう。あの、一軒家の人たちがもう、そこにマンション建っちゃうと、うん、うちの洗濯物がとか、<ー>なんかいろいろね、大変らしいの、本当に。うん、だ,かだからみんな結構一軒家の方が多くって、<ー>たまになんかでっかいマンションとか建ってるみたいなんだけど、 そう、そういう時にお餅投げをして、うん、あの、こんなちっちゃい小袋に入った、赤とか白とか、本当、うん、紅白の色の。のっちがわからないのちっちゃいお餅を取るのよ。のななうん、あ投げてくれるんだ。投げてくれるのえ、でも楽しそうだね。うん、え、でもそれはないけど、うちとか結構周りにあるのは、節分の日はなんか、近所の神社とかの、何、神主さんっていうのかな。 っていう人たちが、お菓子に投げてくれるの節分に神社に行くの節分に神社に行くとお菓子を巻いてるの。だからそれをビニール袋でこれキャッチする。いや、それ時間帯調べていかないとだよね。まあ大体決まってるんだけど、これくらいに巻きますよっていう。そうそうそう。そうなんだ。そう。それだからみんなビニール袋持ってってこうやって、キャッチするの。え、結構高いところから投げるのじゃあ。まあまあ高い。まあ、うん。 そう。あ、でもうちの持ち投げもだからすごい、でっかい段ボールみたいなのを頭の上に、やっぱり。<laughs> 頭の上にこう持って <laughs> 必死なんだよみんな。ね。でも、神社ではやんない。その、節分の日はむしろ家でしかやんない。節分の日ね、神社ってなんかね、お菓子投げるのすごい昔からあるな。へえ<ー>。なんかちっちゃい頃行ってたな、よく。嘘うん。呪文で扉を開けます。せーの。ウーブロンラポルド はい。説明しますね。はい。私初めてですけど。お、お願いします。いきます。はい。えー、実はこの部屋、最近の研究で、本当に人間が持っているかも。そんな実験結果が続々発表されているテレパシー。うん、お。ももクロのメンバーはその能力を持っているのか。はい、それを確かめるために用意されたんです。うん本当に最近の研究で発表されてるのそうだよ。テレパシー。マジか。 テレパシーっていうのは、わかるかなも、かなこちゃん。考えていること、思っていることを、言葉や表情、身振りなんかを使わずに伝える能力のことですうん。わ、うん、かりますよ。はい。玉井さんは今お腹が空いている。いや、空いてないですね。<腹>さっきケバブ食べたから。<laughs> さあ、そのテレパシーが私たちにもあるのかこれから実験で確かめてみたいと思います。では、玉井大先生。はい。これ3回目ですよね。3回目です、私。実験の方法の説明の方をよろしくお願いします。わかりました。 それでは行きます。はい。実験方法の説明です。はい。番組が始まる前に、0から9までの1桁の数字の中から好きな数字を決めて、2人別々に紙に書いてあります。うん、書いた。ね。そこで、まずは私が桃田さんの思う数字を当てます。うん、お互いの手を合わせて目をつぶり、桃田さんは私に向けて5秒間無言で動かず手を合わせてテレパシーだけで数字を送ります。うん そして、それを受け取って、私が送られてきた数字を当てるというゲームです。簡単でしょうん、わかった。いや、これがね、嘘だと思うでしょ当たらないだろうと思うでしょうん。これが実は、今までかなり当たってますマジそう。いや、私たち結構ね、持ってんじゃないかって、テレパシー。なるほどね。うん。じゃあ早速やってみましょうか。よし。では、手を合わせて、目をつぶります。はい。じゃあ私が送ればいいんですね、送って。すぐ送ってね、ちゃんと。わかった。じゃあいくよ。う なるほど。なるほど。<laughs> あ、なんかすごい。手がちょっと気持ち悪くなってきた。<laughs> <laughs> え、失礼じゃね <laughs> <laughs> 私と手合わせたら気持ち悪くなってきた。<laughs> じゃあ、そういう気持ち悪いじゃなくて、なんか、うん、なんか本当にあるかもって思っちゃった、今。でしょ、うん、じゃあ、これで私が一つ、かなこに質問をするの。うん。いくよ。その数字は、偶数ですかはい、偶数です。よし、わかった、私。いいいいよ。いきますよ。 じゃあ、私言うからね。うん、桃田さん。